皆さんこんにちは、トロピカチャンネルへようこそ。今回は初心者向けコリドラスの飼育方法、種類、混影、メンテナンスについてというテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは毎日動画を更新しています。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。またこの動画の内容をさらに詳しく解説した記事は月間220万 PV を誇るウェブメディアトロピカをぜひチェックしてみてください。今日はコリドラスの飼育方法についてです。今右上に出てきた動画の中でも簡単に説明しましたが、今日はさらに詳しく解説していきたいと思います。コリドラスの飼育には次の4点に気をつけましょう。1、水温・水質。2、水槽・フィルター。3、低照剤。4、餌。普通の熱帯魚ではほとんど気にならないとは思いますが、コリドラスは低照剤に何を使うかも重要になってきます。また合わせて熱帯魚の混影、水草との混影の時注意したいポイントについても解説します。動画の後半ではコリドラスの5つのタイプ、そして水槽のメンテナンス方法についても紹介します。それでは参りましょう。まずはコリドラスの飼育ポイント。1、水温・水質。コリドラスの飼育が可能な水温は20度から28度です。しかし低水温では白癬病にかかりやすくなるので、年間を通して25度前後に保った方が無難です。また高温には比較的弱く、30度を超えると危険なので、夏は冷却ファンやクーラーを、冬はヒーターを用意して保温してください。コリドラスが好む水質は pH 5.5 までの弱酸性から中性の軟水です。水質の維持にあまり神経質になる必要はない魚種ですが、これらの条件を守るように気をつけましょう。飼育ポイント2、水槽・フィルター。少数のコリドラスのみを飼育するのであれば、水槽のサイズは30センチから飼育が可能です。しかし小型水槽は入る水量が少ないせいで、適した飼育環境の維持が難しいため、初心者の方には60センチ以上の水槽での飼育をお勧めします。フィルターについては、コリドラスは耐食感な品種が多く、小型魚の割には水を汚しやすいので、ろ過能力に優れる上部式や外部式フィルターを選択すると良いでしょう。水草と混影させたい場合は、水草の成長に必要な CO2 を逃がしにくい外部式をおすすめします。飼育のポイント3、低照剤。コリドラスは低成魚なので、そこに何も敷かないベアタンクでの飼育はあまり向いていません。飼育の際には低照剤を導入してあげましょう。コリドラスの飼育に適している低照剤は手砂や大磯砂などの砂です。コリドラスは砂の中に口先を突っ込んで餌を探すという習性があるので、飼育下でもその行動ができるようにすることで、ストレスの少ない飼育ができます。そのため導入する底砂はなるべく粒の小さいものを選んでください。しかし粒が小さいとは言っても、ガーネットサンドのような粒に角があるような砂はコリドラスが怪我をしたり、自慢のヒゲが切れてしまうということもあります。そのため角のない手砂や大磯砂をおすすめします。一方で水の硬度を上昇させ、アルカリ性に傾ける効果のあるサンゴ砂や、物理的な力で崩れやすいソイルなどはコリドラスの飼育には向かないので注意してください。ソイルはコリドラスの餌を探す動きで潰れてしまい、ソイルの寿命が縮んでしまいます。飼育のポイント4、餌。コリドラスは雑食性なので、何でもよく食べてくれます。餌は人工飼料を中心に、たまにブラインシュリンプや冷凍アカムシなどの生餌を与えると栄養バランスも良くなり、健康的な育成が期待できます。コリドラスはクリーナー生態として飼育されている様子をよく見かけますが、他の熱帯魚の食べ残しだけでは足りないので、別途コリドラス用の餌を与えるのが健康に体格よく育てる秘訣です。与え方は1日1回から2回、食べ残さない程度の量を与えます。生餌や生き餌を与える場合は、ピペットで吸い込んで底砂付近に撒くか、低成魚用の餌入れを用いると良いでしょう。人工飼料は低成魚用に配合された沈下性のものを与えてください。各飼料メーカーから沈下性のコリドラス専用飼料が販売されています。特に気にしたいポイント4点をご紹介しました。
続いて気になる方も多いと思われる混泳について解説します。まずは熱帯魚との混泳について。コリドラスは温厚な品種が多いので魚食性を持つものや気性が荒いものを除けば多様な魚種と混泳させることができます。特に上層を遊泳する魚種とはお互い無関心なことが多いので混泳相性は良好です。例としてカラシンやグッピー、メダカや赤ヒレなどが挙げられます。一方で低成魚との混泳は注意が必要な場合があります。まず同種に関してですが、コリドラスのロングノーズは縄張り意識が強い傾向にあるので混泳させたい場合は縄張りが重ならないよう十分な飼育スペースが必要です。またプレコやローチ類で大きくなる品種は気性が荒くなる傾向にあるので混泳は避けた方が無難です。相性が良い低成魚としてはロングノーズ以外のコリドラスやオトシンクルス、小型のプレコや小型のローチなどが挙げられます。ブッシープレコやクーリーローチなどです。続いて水草との混泳についてです。コリドラスは餌を探す際に底砂を掘り返す性質があるので根を張るタイプの水草との相性はあまり良くありません。またコリドラスの飼育においては底砂のメンテナンスが重要ですが、粘りする水草を植えることでメンテナンス性を悪化させてしまうこともあります。よってそのような水草と混泳させたい場合は流木などに活着させたものや小型の鉢などに植えた状態で導入すると良いでしょう。活着させやすい水草としてはアヌビアスナナやミクロソリウム、ウィローモスなどが挙げられます。根を張るタイプの水草を使いたいときはしっかり根を深く張るまで水草を成長させてからコリドラスを投入するなどの工夫が必要です。コリドラスの飼育方法についてざっとこんな感じです。いかがでしょうか。次にお話しするのはコリドラスの5つの種類とコリドラス水槽のメンテナンスについてです。コリドラスは大まかに以下の5つの種類に分類ができます。1ショートノーズ、2セミロングノーズ、3ロングノーズ、4ミニコリ系、5エレガンスタイプ。1種類ずつ解説します。1ショートノーズ。ショートノーズは口先が短い品種で魚体のフォルムが特に楕円形に近く可愛らしい印象を受けます。最も品種が多いグループで飼育も最も簡単だと言われています。代表的な品種としてはコリドラスステルバイやコリドラスパンダなどが挙げられます。2セミロングノーズ。セミロングノーズはショートノーズとロングノーズの間を取ったような種類です。外見的な特徴だけではなく生態の面でも両者の中間的な種類と言えるでしょう。主な品種としてはコリドラスデビッドサンジーやコリドラスバージナエなどが挙げられます。3ロングノーズ。ロングノーズは口先が長く伸びるのが特徴です。ロングノーズに分類される品種は少なく、そのためか単独かごく少数のグループでの行動を好みます。代表種としてはコリドラスシムラータスやコリドラスナルキススなどが挙げられます。4ミニコリ系。ショートノーズの中でも成魚の体長が3センチほどの特に小型の品種を指します。コリドラスの中では遊泳性が高くあちこちを群泳する様子が可愛らしい人気の種類です。代表的な種類としてはコリドラスピグミーやコリドラスハステータスなどが知られています。5エレガンスタイプ。ショートノーズの中でも特に体高が高いあるいは低いなど特徴的な体型を持つ種類のことを指します。ミニコリと同様に遊泳性が高いのも特徴です。飼育法などはショートノーズに準じるのでよく泳ぐコリドラスを飼育したいという方におすすめです。主な品種としてはコリドラスエレガンスやコリドラスナポエンシスなどが知られています。最後にコリドラス水槽のメンテナンスについても解説します。コリドラスは餌をよく食べるため糞の量も多くなります。糞を放置しておくと底砂が汚れ、それが原因でヒゲやヒレが溶ける病気にかかってしまう場合があるので底砂のメンテナンスが特に重要です。底砂の洗浄にはプロホースなどの市販の底砂クリーナーを使うと楽に掃除ができます。頻度としては飼育する個体数にもよりますが1週間から2週間に1回は掃除することをお勧めします。
またクリドラスはある程度の水流があった方が健康的に飼育できることが知られています。フィルターの排水口の向きを調整して水槽の下層に水流が生じるようにレイアウトを工夫してあげてください。ということでいかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。コリドラスの飼育には以下の点に注意しましょう。 1. 水温水質20度前後中性から弱酸性にしましょう。 2. 水槽フィルター、水槽サイズは60センチ以上、外部フィルターや上部フィルターがおすすめです。 3. 低床材、大磯砂や手砂がおすすめです。 4. 餌、コリドラス専用飼料を与えましょう。そして混泳については、熱帯魚は上層を泳ぐ種類か小型プレコ小型ローチがおすすめ、水草は活着タイプがおすすめ、低床に根を張るタイプは植え付け初期はほじくり返されてしまうこともあります。続いてコリドラスの分類を5種類紹介しました。1ショートノーズ、2セミロングノーズ、3ロングノーズ、4ミニコリ系、5エレガンスタイプ。そしてメンテナンスは1週間から2週間に1度プロホースでしっかり底砂を掃除してあげましょう。今日は少し長くなりました。喋りすぎて口の中パサパサです。コリドラスはコミカルな姿で世界中のアクアリストに愛されています。また熱帯魚の分類の中では最も大きいグループの一つで、コレクターもたくさんおり、今でも毎年のように新種が発見されています。この動画を参考にコリドラス飼育を楽しんでください。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報やテクニックを毎日発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。